竜祐也は、宮崎県都城市出身のプロ野球選手、宇藤右内、中日ドラゴンズ所属。宮崎県都城市生まれで、都城市立大王小学校、都城市立小松原中学校出身。小学3年から、都城市の四日の伝スポーツ少年団で野球を、始め、小学6年時には、主戦で4番打者として、軟式の全国大会で優勝した。 なお同年に父親を交通事故で亡くしており、当時12歳の柳がもしを務めた。中学時代は、都の城リトルシニアに所属し、3年ではシニアの日本代表に選ばれ、アメリカで開かれた少年野球全米選手権大会で優勝し、最も優れた当初に贈られるサイヤング賞を受賞した。高校進学時には、多くの野球強豪校から勧誘されたが、家族で、 男は自分だけだからプロでお金を稼いで家族に楽をさせたいと考えて横浜高校へ進学し地元に母親、妹、祖母を残して単身で横浜へ渡った。高校2年の春に第83回選抜高等学校野球大会に出場。初戦のハサミ高校戦は中継ぎで3回にあんだ6奪三振1失点と 高等するが、打線が松田両馬に抑えられ敗退した。2年の夏は、神奈川県大会5回戦で、第83回戦抜高等学校野球大会を、制覇した、渡辺勝る擁する東海大相模高校を8回途中、1失点の高等で破った。決勝は、霧光学園高校の1年生、松井勇樹と投げ合い、9回途中1失点の高等。 チームは10回最後なら勝ちで、第93回全国高等学校野球選手権、大会出場に貢献した。初戦となった2回戦の長坂県渡る要する県大、高崎高校戦は5回まで0に抑えるが、6回に5点を失い降板。チームは、その後10回最後なら勝ちを収めた。3回戦の智弁学園戦では、青山大輝。 中道勝氏のバッテリーと投げ合い8回まで1点に抑え、9回に先頭打者にヒットを打たれ降板。その後、後続のピッチャーが打たれ、逆転負けを喫した。3年の春には、第84回選抜高等学校野球大会に出場。初戦の和田恋をする高知高校戦は9回3、安田ダカンプー。2回戦の岡野雄一郎。 その部里氏をする商工学院高校戦では9回、1失点、打っても岡野から3安打1本塁打と活躍した。準々決勝の関東1高校戦は中村優太と投げ合い、8回まで2失点と、高等するも9回に勝ち越しを許し、敗退した。3年の夏は、神奈川県大会準々決勝で2年連続で、霧光学園の松井と投げ合い、 3から4で敗れた。甲子園、通算6試合、42回に、3、37奪三振、防御率2.74。1学年先輩に、乙坂聡近藤健介、同期に、田原敬吾、樋口隆之介、2学年後輩に、高浜雄人氏、浅間大樹、渡辺義明、伊藤正志がいる。明治大学に進学後、1年の春から東京を6。 大学リーグに出場。第44回明治神宮野球大会では、道都大学戦に先発し、5回を無失点に抑えた。2年秋から主力投手として活躍。3勝1敗、防御率2.21の成績で、リーグ優勝に貢献。第45回明治神宮野球大会ではリリーフで3試合を6回を無失点に抑え、準優勝に貢献した。3年の夏に、 ユニバーシアードの日本代表に選ばれた。大会後の秋は、リーグトップの60回、5勝を記録し、初のベストナインに輝いた。キャプテンとなった4年の春は10試合に投げ、6勝1敗、87、奪三振、防御率0.87と勝利数、奪三振、防御率で、リーグトップを記録し、2期連続のベストナインに選ばれ、3期ぶりの、 リーグ優勝に大きく貢献した。第65回全日本大学野球選手権大会では、初戦の関西国際大学でリリーフで登板するもタイブレークの末、敗れた。大会後、日米大学野球選手権大会の代表に選出。2試合目に先発し、7回を8者連続三振を含む12奪三振無失点の好投を見せ、5試合目にも先発し、 5回途中7奪三振無失点の高投で大会連覇に貢献し、柳は MVP 最優秀投手に輝いた。大会後は第28回ハーレムベースボールウィークの代表に合流した。4年秋になるとリーグ史上15人目となる300奪三振を記録。早稲田大学戦では12回20奪三振を記録した。5勝0敗。 防御率1.64で3期連続のベストナイン、リーグ連覇に貢献した。第47回明治神宮野球大会では、初戦の関西大学戦は5回を無失点、準決勝の上部対戦も7回を無失点に抑え、本塁打も1本打ち、投打で勝利に貢献した。決勝の大ビリン大学戦は、佐々木選手と投げ合い、柳は2点を先制され、 4回で降板するが、打線が逆転し、星ともみが残るイニングを0に抑え、全国制覇を成し遂げた。リーグ通算23勝8敗、288回、1、3、338奪三振、防御率1.84。2学年先輩に、山崎福成、糸原健と、福田周平。1学年先輩に、上原健太、坂本聖志郎、高山俊。 菅野武史、同期に、星智美、佐野啓太、中道勝氏、吉田大成、一学年後輩に、斉藤大将がいる。2016年のプロ野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズと横浜 DNA ベイスターズから一巡目で、指名。抽選の結果、中日ドラゴンズが、交渉権を獲得した。契約金1億円、年俸1500万円という条件で入団した。 背番号は十七。プロ一年目の二千十七年は即戦力として期待され、六月十八日の埼玉西武ライオンズ、戦で七回三失点と高騰し、プロ初勝利を挙げたが、同年は七回の先発機会を与えられながら、その一生のみに終わった。二千十八年四月十日の対東京ヤクルトスワローズ戦では二悲安打六奪三振とほぼ完璧な投球を披露し、 自身初の関東勝利をカンプルで飾った。しかし6月には不審で2軍へ降格し、最終的には10試合登板、2勝5敗、防御率5.23と不本意な成績で終わった。2019年は開幕1軍入りをした。同年の聖パ交流戦では3勝を挙げ、防御率は1.17と12球団トップで、日本生命賞を受賞した。 またオールスターゲームには監督推薦で初めて選出され、同年8月には入籍した。前半戦は9勝を記録したが、後半戦はわずか2勝に止まった。それでも1年間先発ローテーションを守り、自身初の2桁勝利かつ、チーム最多の11勝を記録し、規定投球回数にも初めて到達した。同年オフには年俸4500万円で契約公開した。 2020年は開幕ローテーション入りを果たしたものの、右腹直近の筋座章や復帰後の不調が影響し、2年連続の規定投球回到達を逃した。一方で、チーム内では3位となる6勝を挙げた。真上から振り下ろすオーバースローから直球とカットボール、カーブを軸に投球を組み立てる。大学時代には、平均球速時速140キロメートル台前半。 最速時速1 5 0トルを記録し、良質な縦回転のスピンがかかっており、伸びがある。カーブは1 1 0トル程度の速度で、一旦浮き上がってから縦に大きく落ち、大学時代はあらかじめ、サインを出して分かっていないと保守が取れないほどであった。プロ入りして2年目までは、時速1 4 0トル前後だった直球の、急速は3年目の2019年では、 時速 140km 台中盤まで上がっている。ありがとうございます。